それでは今日の一戦をハイライトで振り返っていきましょう。今日のオリックスの先発は山本由伸でした。1回は三ツ俣から三振、そして4番のビシエドをこのカーブで見逃し三振ということで、立ち上がりから今日は山本打てそうにないなという気配は十分でしたけどね。対してドラゴンズの先発は入団5年目にしてこれが初先発という、元々リリーフだった鈴木博士でした。2アウトから4番のマッカーシーがヒットでつないで2アウト1、3塁、立ち上がりから鈴木を攻め立てたんですが、5番杉本はショートフライ、まあ、この辺りでピンチをしのいだことによって鈴木も乗っていけたかもしれませんよ ね。 そうですね。さあ先制点の場面はこちらから、3回の表ドラゴンズがワンアウトから9番岡林、この辺りで快速を飛ばしてスリーベースヒット、チャンスを作ります。そしてバッター1番の大島、ここは連打でドラゴンズが先制ということになりまして、山本から中日が1点をまずリードします。そしてゲームは5回の裏、ワンアウトランナー2塁というチャンスを作ったんですが、福田はショートゴロで進めることができず、さらに宗も最後は見逃し三振ということで、先発鈴木は結局5回まで無失点でしたね。そうですね。そして一方の山本、こちらはまあ3回に先制こそ許しましたけれども、その後はね本当安定してました。いや本当そうですね。まあ山本はもうそれなりのピッチングはしたんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ですからオリックスがあとはいかに追いつき勝ち越すかという流れだったんですが、7回の裏先頭バッターの野口があと少しでホームランかというライトオーバーのツーベース。しかしこのチャンスでオリックス、最後は西野がセカンドゴロの間に野口がホームに帰ってきまして、いやナイス走塁でしたね。一旦は同点に追いつきます。この辺りは野口のそして西野の互いの執念を感じる場面でもありました。しかし8回2アウトランナー1塁2塁、9球粘った三ツ俣、最後はカーブをレフトに運び前進守備、中川もバックホームを及びませんでした。山本から2点目を奪ってドラゴンズが勝ち越し、まさに粘りのタイムリーと言ってもいいでしょう。そして8回の裏、山本がランナー3塁に置くというピンチは招くんですが、ただ頓宮はセンターフライ、さらに野口は最後このストライクコールで見逃しの三振、同点に打つことはできません。すると9回流れは再びドラゴンズへ、2アウトランナー1塁2塁からミドルが木下へ、左中間への2者が帰ってくるというタイムリースリーベースで4対1リードを広げられます。最後は中日の守護神ライデル・マルティネスが見事に締めくくりまして、ゲームセット、ドラゴンズが3連勝、そしてオリックスは痛い連敗、山本で落としたということになりました。